何その点点点、その間が気になる。妖怪を知らせた、ずっと見てるダニが関係なさそうな情報ばっかだに。ダメじゃん。どれどれ。お、すげえ、ウィスパーのつぶやきあるよ。そういえばさっきつぶやくって言おったね。それのことか。 USA でも私たちが妖怪不祥事案件解決しまくりでウィス。それにしてもお知らせったって、妖怪たちのお悩みが聞けて便利でウィス。うん、さっきつぶやいたのはあれやったんやね。モテまくる妖怪からモテるコツ、新しいメッセージがあります。全然じゃねえか。人面犬、最後は神頼みしかない。全然見えませんけど。全然ないっすけど。おや？ん？ねえウサピョン、このお悩みってのは何だろう。妖怪が悩みをつぶやいて、その悩みを解決できる人を探してるみたいだに。それだ。妖怪のお悩みを解決してあげるんだよ。どういうことだに？発電神、吹雪姫、ふさふさんのお悩みをそれぞれ解決する代わりに、ロケット作りに協力してもらうんだよ。なるほどだに。え、でもそいつらがつぶやいてなかったら意味なくない？感心するアイデアではないだにが、今はそうも言ってられないだにね。そんじゃあ早速、その3人のお悩みを確認してみよっか。発電神、吹雪姫、ふさふさんのお悩みがお知らせったに追加された。お悩みを解決してあげよう。妖怪お知らせったで見られるのはお知らせだけじゃないクマよ。妖怪たちがそれぞれのお悩みを書き込んでることもあるクマ。悪さをする妖怪を退治してほしいとか、食べ物が欲しいとかはいろいろクマ。解決してあげたいお悩みがあったら、期限内なら引き受けられるクマよ。引き受けた後はいつでも好きな時に解決してあげるといいクマね。あ、そっちに期限はないんや。引き受けるまでに期限があるんやね。解決したら妖怪に報告に行くクマ。場所を教えてくれるはずクマよ。報告に行くときにはナビをすれば矢印が案内してくれるクマ。ってことは戦わずに仲間になることができるかもしれんのや。って言ってもまあ本人と戦わんっていうだけで、依頼で戦うかもしれんけど。ふさふさん、ほんまかなわんわ。春恋学習塾の裏道におったキリスギリスが、キリスギリス、わしのふさふさ部屋を狙ってるねん。誰かなんとかしてくれへんかな。めっちゃなんかおっさんっぽいな。じゃあこのお悩みを受けます。ほい。引き受け中。ミーたちがなんとかするだに。おお、すげえな、会話しよる。ええんか。ほな頼むわ。わしみそらけってとこに逃げとるからな。お、ダニ、アミナの家ダニ、奇遇やな、ほな。何その点点点、その間が気になる。とにかくキリスギリスはやっつけてやるだに。なるほどね。キリスギリス、じゃあとりあえずそこへ。どこの裏って言った？あ、そうだ、ちょっと待って。とりあえずさっきのあれは案内はできんのか。ナビ。ふさふさん。あ、ナビできんやん。ちょ、待ってね。春恋学習塾。春恋学習塾。ふどこ春恋学習塾って、あれか、ちゃんと矢印出とるやん。イエーイ。ってことはそっちに向かえばいいね。オッケー。キリスギリス、何それは。2匹の妖怪、1匹、キリスとギリスとかそういうことじゃない。おお、ちょっと半分ぐらい渡ったけど気にしない、車いないから。ほら、ちゃんとピンポンもらった。ずるいやつ。なるほど、トンネルの向こう側ね。いいね、いつも。
で、春恋学習塾の裏におるそいつを倒せばいいと。あ、ツアーの人たちおらんなっとるやん。ね。動きやすくなったね、ちょっと。ここは信号があるね。はい、ちゃんと渡ろう。ピンポンピンポンピンポーン。陸橋あるやん。陸橋があるときはそれを使った方がちょっと渡りやすいかな。桜中央、あ、待って。宝箱。ミュージックカードを3個手に入れた。めっちゃ手に入る。なんかミュージックカードめっちゃ手に入るんやけどさ、どこで使うんやろ、あれ。なんか機械みたいなのあるんかな。待って、地下街、あっちだな。あっち、この辺、あ、通れる通れる。やった、通り抜けれた。でもって今ここにさ、キラキラしたものが、ほら。へいへい。お邪魔道を手に入れた。なんかよくわからんもんいっぱいあるね。ふふ。ほい、じゃあ地下街、突入。で、ふささん、ふささん。お、なんか宝箱ある。スタミナムアルファを手に入れた。なんかちょっとムキってしてる感じの形やった。意味わかるかな。おーおー、なんだなんだなんだ。なんか突っ込んできたぞ。めっちゃビビったんやけど。だるだるま。全然だるそうじゃなかったよ、今。すごい勢いで突っ込んできたもん。そして、これが拾いたかったんよ。一つ星コインのかけらを手に入れた。おう。あれ?この辺?この辺になんかおる?なんかあるよね。あ、これか。え、これ?何がこれ?容器の粒を手に入れた。この容器の粒ってあれやないん。なんか持ってこいって言ったよね。てか、あ、この上かもしや。こことか、違う?銅のこけしを手に入れた。こけしがいっぱいあるよ。なんかこの辺に何かしらあるみたいなんやけどなくね?これで探すんかな?いいえ、何もいません。なんかこの辺にさ、何?キリスとギリスじゃないわ。勝手に2匹に分けた。お!倒した忘れん坊が近づいてきた。友達になりましょう。まだ友達になってませんでしたよね。忘れん坊と友達になりますか?なります。忘れん坊と友達になった。ポカーン。ニックネームは、つけません。忘れん坊の情報を妖怪大辞典に登録した。お、やったね。忘れん坊の妖怪メダルを手に入れた。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。キリスギリス。こいつか。こいつ?いたわ。さっきもいた?もしや逃げてたの?違うよね。お、バトル中はいいねな行動を狙って戦っていくといいだに。何それ?敵の必殺技を避けたり、クリティカルを出すといいね、ダニ。いいねを続けると、どこからともなく野獣魔妖怪が寄ってくるダニ。でも野獣魔妖怪は敵にアピールしたり、アイテムを投げたりしてくれるダニ。投げ込まれたアイテムの上に移動させると、そのアイテムを使うことができるダニよ。へぇ、いいやん。ってことで、よし、回せ。回せ回せ回せい。いけるか。いけ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 ー、よっしゃ、チャージ完了。次こそ必殺技の出番。いけー、お滑りアイスリンク。なんか必殺技出し寄るときだけ可愛いかもしれん。お、アイテムゲットそしてさあ、あ、つなげろか、叩けかと思った一瞬。おーし、これで、あ、つながってない。これ、最後の一個つながってないじゃん。どうやったらつながるのこれ。こうでしょ?で、こう、あ、こうか。あ、違う違う違う。うおー、つながらなかった。勝利。
勝利はしたけど。イエーイ。あ、でもいいねされたけん、あれ投げ込まれたってことはアイテム。よし、やっつけたよ。ということで次、アイナの家に戻らんといかんのやね。お家お家。家は一体どこなんだっけ？あっちだあっちだ。あっち側じゃねえか。こっち向いて抜けてきたのに。ちょっと遠回りになってしまったね。タクシーで連れて帰ってくれんかな。ねえ、めっちゃ思うんやけど。あ、そっかそっか。あれか、自宅なんか、高級マンションみたいな感じだったよね。いや、高級じゃないか、別に。え、でもこれ綺麗よね。よし、なんか久々に帰ってきた気がする。ただいま、我が家。よし。わざわざこんなとこに逃げ込まんでもね、一軒家でもないのに。ふさふさん。あ、いたいたいた、こんなとこに。ふっさふさのわしを狙うキリスギリス。もうおらんくなったやろな。おらんくなったよ。ふさふさん、キリスギリスは追い払っただによ。お、ほんまかいな。えらい助かったわ。ふさふさんのお悩みバッチリ解決。イエイ。やっただに。やっただに。あと2匹だ。頑張ろう。お、スーパークロミツ。ルーレットボーナス。さあ、今度こそ。まずいかんぽ。粗品はかぼちゃの天ぷら。お、お。かぼちゃの天ぷらを手に入れた。粗品だらけだな。ほんまありがとうやで。いやー、これでキレスキレス捕まえたろう思たんやけど、無理やってんな。これ、もう使わへんから君にあげるわ。虫網を手に入れた。マジでこれで捕まえようと思っとったんや。生き物図鑑アプリを手に入れた。虫網ゲット。よーし、虫捕まえに行くぞ。ってなんでだに？ロケットのことはどうなっただに？そうでした。ねえ、ふさふさんさん、さんが。ややこしいから3つけるなだに。ちょっとお願いがありまして。カクカクしかじか。喋り方映ってるだに。お安いご用やで。ロケット作り協力したるわ。イエーイ。っていうかずっとうちにいたの。まあせやな。え、ずっとっすか。確かにただで居候はあかんかったな。ほな、これで許してや。お？なに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 ？何事？え、髪の毛伸びた。ふっさふさやでー。おー、かわいい。なんじゃこりゃー。え、めっちゃかわいいやん。せっかくやから今風にアレンジもしといたとね。結構イケてるだに。お、マジか。ツインテール。まあすぐ元に戻るんやけど、喜んでもらえてよかったわ。うひょー、こんな長いの初めて。どういう動き。ま、ロケット作るとき呼んでや。ほなまたな。なんか喜びの表現の仕方が女子じゃないんだけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。